おはようございます。画家の木曽です。今日はですねちょっと模写についてお話ししたいと思います。模写についての意味とかですねやり方とかですねそういったことについて少しお話したいと思います。本日もご視聴よろしくお願いいたします。最近ちょっとこうライブ配信などで模写をやりながらこうなんで模写をやるのかなっていうことを根本的な部分について皆さん理解していないという方がもしかして多いんちゃうかなというふうに思って、今回動画を撮らせていただいてます。で模写っていうのはやっぱりですねその作家さんもうあの巨匠の作家さんの色使いであるとか筆使い、構成とかそういったものを学んでいったりとかするんですけども、あの皆さんにとってやっぱりこう段階を踏んでやっていくっていうことが意外といいのかなというふうにちょっと思ったんですね。で僕はもう最上級ランクの作家さんというとやっぱりこうダヴィンチとかレンブラントとかそういったところの絵の具をもう何層も何層も重ねていった油絵の絵の具の何層も何層も重ねていった画家がやっぱり模写をするのに一番こう難しいもう最上ランクの作家さんやと思うんですよ。でもちょっとそこにいきなり行ってしまうと大体こう失敗してしまうのでこうステップをこう踏んでいくということがあってもいいのかなというふうに思って今回動画を撮っております。で、まず模写をするにあたってですねの絵の選択とかはあの後でちょっとお話ししますけども、やり方としてはもう形に関しては、まあ、例えば格子、写真などに、プリントアウトしてそれにこう格子をつけてこう線を引いて、もう一つこう描く絵の方に、格子をつけてこう形をこう転写していくっていうのが大体中学校とか小学校でやったようなやり方やと思うんですけども、まずですねこうプリントアウトしたもの例えば A4 サイズまた A3 サイズみたいなものに、元のこれはあの僕はあのアート&カルチャーという、アプリから結構こうそれすごくこう詳細な画像というのが見れますので、それでこうやることが多いんですけども、でまずそれをプリントアウトします。でプリントアウトしたもの A4 やったら A4、A3 やったら A3 ですね。でそれを描きたいサイズの作品に対して例えば部分でもいいと思います。顔の部分だけ描いてあげようとかこの部分だけ描いてあげようとかでもいいですし、全体やったら全体でもいいと思います。で描こうと思っているキャンバスなりなんなりで、まずですね、その描かれてる絵が何のに描かれてるかっていうのも大事なんですね。で、キャンバスやったらキャンバス、油やったらキャンバスやったらキャンバスとか、水彩やったら水彩紙、紙の種類とかどんなんかなとかっていうことからまず考えていかなあかんと。で、サイズをある程度ですね、A4 から例えば6号ぐらいに大きくするんやったら何倍かなっていう算数してください。短編長編みたいなのとか。そうするとこう、まあ、元の絵とそのまま今日本のこうキャンバスとか売ってるものとか、僕はキャンバスボードと呼ばれるものとかにやったりとか、あとは板にやることが多いですけども、で、拡大縮小をしてください。丁寧に教えてますよ、今日ね。で、拡大縮小して。で、私はそれでコピーを取りに行って、近くのコンビニなどで取りに行ったりとかして、で、A3 サイズとかにちょっとコピーして、で、それで、その紙の裏に、パステルかなんかで粉をこうすり込んで、わーっとすり込んで、そしてこう転写するというような形をしております。で、そういった形でもう要は輪郭線に関してはもう悩まないようにすると。輪郭線についてはもう悩まないようにするというふうにしています。で、そこにこう何かこう墨かなんかで書いてもいいし、アクリルかなんかの絵の具かなんかで、アウトラインを一回なぞってみるという感じで、なぞってみられることがおすすめだと思います。で、そこから、じゃあどういう絵をやっていけばいいかちょっと話をしていきますね。で、私個人的には、まず一番初めには、混色を覚えられるのがいいのかなというふうに思ったんですね。で、混色って意外と難しくって、油絵の具ってやっぱりまず混色する、しっかり混ぜるということが大事です。で、混色をするのに適している画家としては、印象派の画家が意外といいのかなというふうに思いました。で、印象派の画家っていうのは初めに大体こう、茶系の色で大体初めにこうざっくりした濃淡をつけていくことが多いんですね。で、テレピンなどで希釈して、で、まあ、輪郭線などを描いて、さっき墨とか言いましたけど、墨じゃなくて油絵でもいいんですけど、ある程度なぞって、で、そのテレピンなどでちょっと濃淡をつけていく。で、茶系なんですけども、印象派の場合はちょっと明るめの色を用意するといいかなと。具体的な作家で言うと、まあ、モネとかの中期ぐらいがいいかなとかですね。初期ぐらいになると、どちらかと色彩、まあ、初期でも悪くはないと思いますけど、もう晩年あたりの絵の具がどっちかというとゴツゴツ乗ってきてね、もうなんかこう結構例えばルーアン大聖堂とか隅田原あたりはなんとかなるかな、あのあたりはまあやりやす
すいかなというふうに思ったりとかします。まあ中期ぐらいの、まあおすすめの、このあたりやったら皆さんやりやすいかなっていうのを、ちょっとこう見せしながらこうやっていこうと思うんですけど、で、このあたりをそういうふうに転写して、だいたいこう茶系でも明るめのバー、ローシェンナぐらいかなぐらいの色とかあたりで、だいたい濃淡をつけてやっていくというような形がいいのかなと。だいたいこうそれがまず色を混色して、そして置くという。あとはまだ僕やったことないですけど、ゴッホとかも案外ありかなと。でゴッホなんかもやっぱりすごくこう模写とかやってますよね。模写とかやってます。でゴッホなんかも意外とありなのかなと。ただ難しいかなと。絵の具のこう物質感、どれぐらいの厚みかなっていうのとかを、まあ本当は現物とか本物を見て、そういうので、やられるのが一番、見た後に図版とかなんか買って帰って、それを見ながらやるというのが一番いいんですけど、ゴッホなんかもありかなとか、モネとかですね。でそれからちょこっと上のランクに上がっていきたいとなってくると、次アラプリマっていう方法を覚えられるのが次いいのかなというふうに思います。でそのまあ印象派から次の段階ぐらいの間ぐらいに、例えばルノワールという絵描きさんなんかっていうのも非常にこう模写をするにはいいのかなというふうに思って、おります。アラプリマっていうと、まあ、あの早描きみたいな感じで、要は色が作れるようになったら、次は油絵の具で画面の中で多少混色をしても、まあ なんとかしていくというね、そういったものもライブ配信でやりながら、あそうかこのプロセス、あちょっと戻ると、印象派と、あとはね、クリムトなんかもいいんちゃうかなと。もしかしてこの動画上がっている前後でもうすでにそういうクリムトの模写とかやってるかもしれませんけど、もしかしてその色を作るって段階、次アラプリマっていうので、ちょっとこうグラデーションがかかって、例えば印象派やったらシスレあたりとかに行ってみても、まあモネの中でもちょっとアラプリマ的なやつもあるんですよ。もちろんそんなのはっきりと分かれてるわけじゃないです。でこうモネあたりのとか、ルノワールとかの人の肌とかをこうやっていく。でそこに次はちょっとインパストが強くなってきてる絵描き、難しいですね、インパストって厚塗りのことです。厚塗りが強くなってきてる絵描きさんというのを、ベラスケスとかですね、ドラクロワとかでもいいかもしれませんしね、あとは誰がいるかな、まあ、ジョン・シンガー・サージェントとかあたりがいいかなというふうに思ったりとかします。アラプリまで。で、その次、もっともっと上位になってくると、構造をちょっと少しこう作っていくようなことをアラプリまでやる。で、そのもう1回2回ぐらいこう描いていくような技法で、やっぱりちょっと写実主義的な方向に向かっていって、例えばクールベとかアングルとか、ちょっとそのあたりとかっていうのとかにも、足を踏み入れていってみるとかっていうこともありかなというふうに思います。だからなんかこう、僕は正直こうこれぐらい描けるやと思ってたんです。すみません。でも考えてみたらそうかと。初心者の人に模写って意外といいんかと。混色とか色を置く。例えばセザンヌなんかでも、あ、もしかして、セザンヌの中でもやっぱりこう、晩年の方はどちらかというとこう、色を置くタイプのあれで、絵で、どちらかというと初期の方っていうのは構造を作っていくような絵なんですね。で、その、時期によって、でやっぱりその作家さんがこういうことをやっていたっていうことを理解しながら、そしてそういうことを理解してきたら、今度はもう本当にこうフェルメールとか、もう絵の具がどうなってかわからんっていうようなのをこう予想を立てながらね、でそのあたりになってくると、どちらかというと下地の色っていうのは茶系でもちょっと暗めの色が多くなってきたりとか、例えばルーベンスとかやったらちょっとグレートーンの色に近くなってきたりとか、どちらかというと黒白茶色といった、あとは緑土と呼ばれる緑色の土なんですね、そういったものが安価やったから、下地のところにそういったものを置いていく。で、レンブラントとかになってきたりとかすると、まあグリザイユとかカマイユと呼ばれるような方法、単色画なんですね。それで描いた後にこうグレーズとかで色をつけていくみたいなことを、でその絵の具の筆致みたいなのとかをこうしっかりこう学ばれて、まあ、レンブラントなんかやったら、僕はもう若い頃の作品が結構おすすめで、なんかこうちっちゃいこう人とかの本当に顔とか、実際にの絵でもこんなちっちゃい顔なんですよ。こんなちっちゃいのになんでこんな広がりがあるんやろなとかっていうことまで学べるということで、でも最上ランクになってくると、もうモナリザかなと、あれはできへんなというふうに思ったり、モナリザが何枚かあるっていうのもね、ありますけども、
モナリザかなっていうふうに思ったりとかします。まあそのようにですね、まあ自分の今何が必要かっていうことをしっかりと考えながらやっていくと、模写ってすごく有益な、ただなんか写すと淡々とこう横に流れて作業をしていくというんじゃなくて、画面全体を見ながら構成しているなとか、ここにこういう色を置いてこの絵の具をそのまま他のところにも置いていってるなとか、ここはここで画面の中で絵の具を混ぜ合わせて微妙な調子を作っとるなとか、そういうのをこうぜひぜひこう勉強されていくと、模写ってすごくこう勉強になるんちゃうかなというふうに思ったりとかしています。もう一度ちょっと僕の方でもですね、ちょっとアラプリマの絵描きさんやったら、あとはマネとかフランスハルスとか、いるんですけど、やっぱそこ、じゃあ自分がどのランク、今自身、自分自身がどこにいるか、いきなりなんかプロ野球選手のね、バッティングセンター行って150キロのボール打てないでしょ、140キロとか打てないでしょ、110キロぐらいから慣れてって、120キロぐらい慣れてってとかっていう感じだと思います。模写もそういう感じで、自分が油絵どれぐらいやってきたかなとか、いやいや、もう一度初心に帰って、こんな色自分の絵の中で使ってないから、初心に帰ってこういう色を使うためにこういう模写してみようかなとか、絵の具の構造っていつも言われるか、よし思い切って、例えば重層構造型で言うと、例えば日本人だったら岸田流星とかもそうかもしれませんねとかっていうのとか、そういうのをこう少しこう勉強されると、アラプリマ型で言うと藤島武二とかでもいい絵あるなとかね、なんかそんな今ふといろいろ思いながらおしゃべりをしています。自分のこうプロセスに合わせて、段階に合わせて模写というのをしていく、特にこう絵の具の構造というのは僕はずっと言ってきたんですけど、その前段階のことを確かに考えてみたら難しいですよね。皆さんもぜひぜひそういった意識で、模写をされるときは頑張られてみてください。それではまた。